ようこそ自然史博物館へ。ここは花と緑と自然の情報センター、ネイチャースクエア大阪の自然史というコーナーです。こちらのコーナーについて説明します。こちらのコーナーは博物館本館の展示の導入、もしくは博物館本館の展示を見ていただいた後に全体の副主視として見ていきたい、見ていただきたいというふうに思っています。こちらのコーナーは。 えー、大阪の自然を全て、えー、とどの辺りでどういうふうなものが見られるかというふうなことを、えー、紹介している展示室です、えー、大阪の生い立ち近畿地方の気候と植生そして大阪湾淀川平野水辺丘陵山地といった大阪の自然を、えー、いろんなところ、えー、とそしてどのところに行ったらどういうものが見られるかっていうふうなのを地図や、えー、標本 そういうふうなものを通じて紹介しています大阪の自然を代表する大幕脱ぎを紹介したいと思いますではこちらへどうぞそれではここで大幕脱ぎを説明します大幕脱ぎは人がうまく利用してできた大阪の自然のシンボルといえるものです大幕脱ぎはかつて北摂山地で炭焼きが盛んに行われていた頃10年ごとに木を切ることでそこからひこばえが伸び そしてその、えー、その結果どん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 木が太くなっていってこのような不思議な形となったクヌギとなったものですもちろんこのようなクヌギの木、えー、そして臨床の植物だけじゃなくクヌギから出る、えー、多くの樹液などにはたくさんの昆虫が集まり大阪の自然を一つ形作っているものとなりますえここ「自然の情報コーナー」では大阪で見られる昆虫 そして大阪で見られる化石や岩石そしてキノコやカニ両生類爬虫類そして鳥哺乳類といった大阪で見られる自然のさまざまなものがこちらで調べ,る調べて見ることができるようになっています。 ぜひ大阪の自然でわからないことがあればこちらのコーナーに来ていただいて是非調べていただきたいと思います。